ここは本当に日本なの？そうよ、ここは紛れもない日本。スコットランド人女性による日本のある秘境にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はこれが日本なのか、日本の秘境が外国人さんに大人気、世界から大注目を浴びる住民25人の集落に外国人さんが押し寄せるわけとは、の話題です。海外、もののけ姫の世界みたいだ。現在日本には多くの外国人旅行客が訪れています。日本旅行は海外の人たちからの人気が非常に高く、世界的に感染症が流行した時期には大きく落ち込んだものの、最近ではまたさらに外国人旅行客数は回復してきています。繁華街などではまた外国人観光客の姿を多く見かけるようになっていますよね。日本旅行の人気を支えているのは魅力的な場所の多さにあります。日本は魅力的な観光地が数多くあり、それが他の国との差別化につながっています。東京や大阪などの大都市はもちろんのこと、京都、福岡、北海道、沖縄など日本には楽しめる場所がたくさんありますよね。日本は外国人観光客が多いことだけでなく、逆に外国へ旅行に行く人が少ないことでも知られています。日本人の私たちは国内に魅力的な場所がたくさんあるため、海外よりも手軽な国内旅行をチョイスするケースが多いのです。そしてまた最近、日本の新たな魅力的な観光地が海外で話題となっています。その観光地とは秘境です。日本の知られざる秘境が今世界中の人たちから熱視線が送られています。今回ご紹介するのは、あるスコットランド人女性が日本の秘境を訪れて大きな衝撃を受けたというエピソードです。果たして彼女に日本の秘境はどのように映ったのでしょうか。またその日本の秘境とは一体どのような場所なのか、早速ご紹介していきます。私はスコットランド人、私は最近日本を訪れたわ。日本を訪れた理由は妹に会いに行くため。私の妹は現在日本で生活をしている。彼女が日本に住んでいるのは仕事の都合よ。彼女は日本に住み始めてかれこれ3年ほどになる。日本の生活が相当気に入っているようで、たまに電話をすると、もうこれからもずっと日本で生活したいわっていつも言っているわ。そして私は最近初めて日本を訪れたんだけど、彼女がそういう理由がよくわかった。実際に日本に滞在してみると、私も日本に住みたくなっちゃったわ。日本は生活するにあたってとても素晴らしい環境であるように感じた。日本は非常に治安が良く、24時間開いているコンビニやスーパーがたくさんあるなど、街中の便利さは世界でも屈指だと思う。そして何よりグルメが最高。日本食は魅力的で美味しいものがたくさんある。美味しい料理を毎日食べられるというのは生活するには最高の環境だと思うわ。そういった部分を体験したことで、私は日本が素晴らしい国だと感じた。しかし日本の素晴らしい点はこれらのことだけではない。日本の文化や自然も非常に素晴らしいわ。私は日本の伝統的な文化と自然を体感し、日本という国が全てにおいて最高の国であるということに気がついたの。みんな日本を旅行で訪れたらどういったところに遊びに行くかしら。東京や大阪や京都って答える人が多いと思う。それらの街は非常に素晴らしいところだわ。しかし日本の伝統的な文化と自然を体感するなら、もっと最適な場所がある。それは秘境よ。日本の秘境に行けば、都会の街では味わえないような日本の素晴らしい部分が存分に味わえるわ。私は日本を訪れた時、祖谷の秘境を訪れた。そこで私は最高の体験をすることになったの。しかし私は最初、祖谷の秘境へ妹が誘ってくれた時は、決してそこへ行きたいとは思わなかったわ。正直不満を感じていたのよ。お姉ちゃん、初めての日本はどう？最高よ。東京の街はなんて大きいの。私こんな大都会に来たのは初めてだから大感動よ。あなたはこんなところに住んでいるのね。そうよ、私も最初は慣れなかったわ。私東京の街が気に入っちゃった。
今回の日本滞在は東京の街で遊びまくるわよ。東京の街で遊ぶのは後半にお預け。前半は別のところに遊びに行くわよ。別のところ？どこへ行くのよ。それは徳島県にある祖谷というところよ。徳島県？祖谷？聞いたことないけど有名なところなの？観光地としてはマイナーかもね。そうなのね。わざわざ出かけるということは、そこはさぞかし東京のように楽しい街なんでしょうね。とても楽しいところよ。でも東京とは真逆の楽しさかな。真逆？それってどういうこと？東京は世界トップクラスの大都市でしょ。それに対して徳島の祖谷は秘境なのよ。秘境？そうよ。雄大な大自然に囲まれながら過ごすことができる秘境。どう？楽しそうでしょ？ちょっと待ってよ。それの何が楽しいのよ。私は初めて日本に来たの。日本には東京や大阪っていう世界でも有名な大都会がある。京都も有名だわ。それなのに、なんで秘境になんで行かなきゃいけないのよ。私は妹から秘境に行くというスケジュールを聞いてかなり驚いたわ。日本には大都会が存在するし、有名な観光地もある。それなのに何が楽しくて秘境になんて行かないといけないのか。私は全力で猛反対した。私は嫌よ、秘境になんて行くのは。私はずっと東京で遊びたいわ。そんなこと言わないで。秘境だって素晴らしいところなのよ。私は去年初めて祖谷を訪れたんだけど、とても感動したわ。それはあなたが東京に住んでいるからでしょ？もう大都会に慣れて飽きちゃっただけだわ。逆に私は東京のような大都会で遊べることなんてめったにないのよ。秘境になんて行きたくないわ。お姉ちゃんは今回日本に結構いるんでしょ？一泊くらい別のところに行ってもいいじゃない。全部の日程を東京で過ごす必要はないわ。私にとってはこんな大都会を遊び尽くすには全日程が必要なのよ。そんなダダをこねても明日は祖谷に行くわよ。もう宿を予約したんだから。私に何も言わずに予約しちゃったの？そうよ。もともと私が日本の案内をする約束になっていたでしょ。そもそも了解を取らないといけない？なかなか予約が取れない宿なんだから、絶対キャンセルは嫌よ。予約しちゃってるなら仕方ないか。なんと妹はもう祖谷の宿を予約してしまっていた。こうなるともうこれ以上ダダをこねるわけにはいかない。私は仕方なく祖谷の秘境に行くことにしたわ。そして翌日、私たちは早朝から東京を出発した。新幹線とバスを乗り継いで移動したわ。その間も私は妹にぐちぐちと恨み節を吐いていた。なんでこんなに早朝から列車に乗らないといけないのよ。大阪を通過したわ。私、大阪で遊びたい。せっかくの新幹線なのに、なんだか気分が上がらないわ。私の恨み節を妹は意に返さないような態度で聞き流していた。まあ、祖谷に到着したら、あなたはその素晴らしさにびっくりするはずよ。それまではそうやってぐちぐち言ってなさい。そうやって軽くあしらわれていたわ。そして長い移動の末、私たちはとうとう目的地に到着した。早朝に出発したけど、目的地に着いたのは昼過ぎだった。移動距離は6時間くらいかしら。かなり疲労感のある移動だったわ。しかし、現地に到着した瞬間、その疲れは一気に吹き飛んでしまった。これが日本の秘境？目的地に到着すると、そこには雄大な自然が広がっていた。そうよ、ここが日本の秘境、徳島の祖谷渓谷なの。私たちが訪れた祖谷渓谷に広がっていた大自然の光景は、私が知っている世界トップクラスの先進国日本とは全く違うものだった。こんな大自然を目の当たりにしたのは、私の人生で初めてだったわ。木々や草花が辺り一面に生い茂る。そして落っこちたら命は助からないのではないかと思うほどの崖が目の前にある。その崖の下では激しい音を立てながら川が流れているわ。どこを見渡しても自然が広がっている。前日私が見て大感動した東京の風景とは真逆よ。ここは本当に日本なの？
そうよ、ここは紛れもない日本。6時間前に私たちがいた東京とここが同じ国だなんて信じられない。東京も伊予も同じ日本よ。私も初めてここにやってきた時はお姉ちゃんと同じように驚いたわ。なんだかアマゾンの奥地にやってきたような気がした。まさにそんな感じよね。日本が世界でも有数な先進国だってこととか、人口密度が高いとか、そういうイメージだったり、東京の街を実際に見たってこともあるけど、日本にはこんな大自然があるとは到底思えなかったわ。東京や大阪のような先進的な大都会も日本の魅力だけど、こういう大自然が残されているのも同じように日本の魅力なの。つまり大都会もこういう大自然も両方残っているということが日本の大きな魅力ってことなのね。そう言えると思うわ。私は伊予渓谷の雄大な自然に心を奪われてしまった。そして大自然を感じながら伊予渓谷をどんどん進んでいくと、とても興味深いものを見つけたわ。あれは何？とても雰囲気のある吊り橋だわ。そうそう、この吊り橋は伊予の名物の一つで、かずら橋っていう吊り橋なのよ。かずら橋？なんだかアドベンチャー映画に登場しそうな橋ね。とても年季が入っていて歴史を感じるわ。いいところに目をつけたわね。この橋はお姉ちゃんの言う通り、とても歴史あるものなのよ。この橋にはとても古い言い伝えがあるの。かつて日本には当時大きな力を持っていた平家という一族がいた。そしてその平家の落ち武者が追っ手が来た時にすぐに橋を切り落とせるようにと、植物でこの橋を作ったって話があるらしいわよ。へえ、とても面白い話ね。植物で作った吊り橋なんてすごいわ。平家が活躍していた時代というのはいつ頃なの？私もさすがに細かい歴史までは詳しくないけど、確か1000年以上前の話だったはずよ。1000年前？すごいわ。なんだかこうやって見ているだけでもご利益がありそうな気がするわね。不思議なパワーをもらえそう。私はとても雰囲気満点の歴史ある吊り橋、かずら橋を見て大興奮。そしてさらにどんどん奥に進んでいくと、小さな集落に到着した。ここは集落みたいね。そうなの。この集落は人口が25人程度だって言われているわ。日本にもこういう小さい村があるのね。近代的な国でありながら、こういった場所が残されているのは素晴らしいわ。ちょっと待って、今更なんだけど、これはどういうこと？私は集落にやってきた時、あることに気がついた。ここはとても外国人が多いわね。今更気がついたの？そうよ、ここには私たちと同じように外国人観光客がたくさんやってくるの。この村は人口25人なのよね。ってことは、ここには人口よりも多くの外国人観光客が訪れているってこと？そうなのよ、面白いわよね。人口25人の村に外国人がたくさん訪れるなんて。伊予には私たちの他にもたくさんの観光客が訪れていた。しかもその観光客は私たちと同じような外国人がかなり多かったわ。伊予の観光客は今よりも以前の方が多かったみたいよ。世界的な感染症が流行する前までは旅行客の数がさらに多くて、年間5万人もの観光客が伊予渓谷にやってきていたらしいの。年間5万人？こんな山奥に？それはすごいわね。そして観光客全体の8割が外国人だったそうよ。かなりの外国人人気なのね。しかし、なぜ外国人がこぞって訪れるようになったのかしら。なんでも雄大な大自然を前面に押し出して海外に向けて PR したことが、海外の観光客が増えた要因らしいわ。私は日本にやってきてから周りの人たちから聞いて知ったんだけどね。そういった海外向けの PR が功を奏して、伊予は知る人ぞ知る日本の観光名所になったの。そうなのね。確かにこの雰囲気は外国人旅行客に受けるでしょうね。感染症がピークだった頃に比べると観光客の数は回復傾向にあるみたいだし、また多くの観光客で賑わう日も近いかもしれないわ。
そんな妹の解説を聞きながらの祖谷観光はとても素晴らしい時間となった。そしてこの小さな集落で私はかなり面白いものを見つけたわ。それは村中にたくさん配置されたマネキン。このマネキンはカカシって呼ばれるものらしいわ。この集落には村中にカカシが400体も置かれているの。これは昔の活気あった時代の村を再現するために作られたもので、カカシの一体一体は以前この村に住んでいた人を表現しているのだそうよ。そのカカシはお年寄りのものから子供のものまであって、畑仕事をしていたり、道を歩いていたり、腰を下ろしていたりする。これは観光客の私からすればとても興味深いものだったわ。カカシは職人さんが一体一体手作りで作っているらしく、かなり面白い村おこしよね。そして家の魅力はこれだけではない。この日泊まった宿も素晴らしいものだったわ。なかなか予約が取れない宿だと妹が言っていたけど、そこは噂にたがわぬ素敵な宿だった。この宿はなんと1日1組限定の宿。この宿では優しいオーナーさんと一緒にいろいろ教えてもらいながら、昔ながらの日本の生活を体験できる。この空間だけは数十年前にタイムスリップできるのよ。宿に到着するとオーナーさんがとても温かく出迎えてくれたわ。そして昔ながらの古民家スタイルの宿で伝統的な日本の生活を体験する。この時私は斧を持っての薪割り作業を初体験。この割った薪を使ってお風呂を沸かしたり、お米を炊いたりするの。そんな体験はここでしかできないわ。そして床に座布団を敷いて、その上に座り、みんなで食事をする。これが伝統的な日本の食事のスタイルなのよ。座布団というのはクッションみたいなものね。そして美味しい昔ながらの日本の料理を食べながら日本酒を飲む。日本酒はこの時初めて飲んだけど、風味豊かな美味しいお酒だったわ。何でも日本酒はお米を原材料に作ったお酒らしい。私はこの宿のおもてなしに大満足。この宿には多くの外国人宿泊客が訪れていて、海外の宿泊サイトでは10点満点中 9.6 点という高得点のレビューがついているのよ。私はこの日、日本の秘境を存分に楽しんだ。こんなに素晴らしい場所に連れてきてくれてありがとう。今日は最高の一日になったわ。言ったでしょ？実際に行ってみたらその素晴らしさにびっくりするはずだって。その後私は東京に帰ってから東京の大都会も楽しんだわ。日本には大都会もあれば、祖谷のような大自然も存在する。この魅力の幅広さこそが日本の魅力。私はこの時の日本滞在で、日本がいかに素敵な国なのかについてを理解したわ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。本当に日本で最高の場所だよ。もし自然や神秘的雰囲気が好きなら、ここは確かに行くのは少し難しいけど、それだけの価値がある。自分は3度目の旅行をするつもりなんだ。美しいね。これこそ本物のパラダイスだ。いつの日か行けたらいいな。日本の文化と伝統が大好きなんだ。日本に行ったことがあるけど、美しい国だね。いつかまた日本に戻りたいな。とても綺麗よ。色鮮やかで豊かな自然を満喫したくて祖谷渓谷に行ったの。もう一度行きたいわ。自分の仕事を成功させて 2,3 年で引退して夢の国で暮らしたいんだ。祖谷渓谷はバスの数が少ないから、絶対にレンタカーを借りた方がいいね。ここはいろいろ見て回れる場所がたくさんあるから、レンタカーは素晴らしく楽しいよ。これが日本なのか？想像していた日本とは全然違うよ。日本に住めるのなら全てのものを捧げる。日本は世界で最も美しい場所だ。休暇で20日間日本に行ったけど、絶対にまた行くよ。素晴らしい国、素晴らしい人々だった。あの吊り橋は谷を登る橋で、他にもう一つ別の橋があるんじゃなかったっけ。一つが男橋で、もう一つが女橋。桂橋は人気だね。
すごく静かで自分自身を見つめることができる素敵なところよ。機会があれば行ってみて。なんて神聖なところなんだ。日本の山は他国よりも小さいけど、山地はすごく美しいよ。言葉が出ない。まるでもののけ姫の世界みたいだ。以上が海外の反応です。徳島にある住民わずか25人の山奥の村、祖谷渓谷は多くの外国人観光客から人気を集めています。四国のほぼ中央に位置しており、主要な都市からも距離があるため、ちょっと行きにくいエリアでもあります。でもなんとお客さんの8割が外国人観光客という人気宿もあるそうです。日本人でも簡単には行けない、アクセスしづらい場所に外国人観光客が大勢訪れているということは、外国人さんを引きつける何かがあるようですね。日本の原風景ともいえる山里の景色は、日本人ではなくてもどこか懐かしさを感じるようです。東京や大阪などの大都会や神社仏閣がたくさんある京都などが観光地として真っ先に上がりますが、秘境も知る人ぞ知る観光名所なのです。この幅の広い魅力の多さが日本の最大の特徴であり、外国人観光客が多い理由の一つとなっています。伝統のある日本人の生活の風景を残していくためにも、今後こういった場所に多くの観光客が訪れてほしいものですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。